ジョバンニグッソネ、ジョバンニグッソネは、イタリアの植物学者である、ビッテマイナで生まれた。ナポリ大学で医学を学び、1811年に学位を得た。植物学に興味を持ち、1810年に植物学者で、元ナポリ植物園長のミケーレ・テノーレと知り合い、1812年にテノーレの女子となった。 テノーレと共に新種植物の研究に取り組み、テレーネは、グッソーネの名前を、ローディアムグッソニアオーニソガラムグッソニやスクテラリア、グッソニーに懸名した。グッソーネは、テレーネにセントウレアテノレイアスターチステノレアナに、懸名した。1817年に、カラブリア公爵によって、パレルモ近くに、ボッカディハルコ実験農園の設立を命じられた。アラビアから伝わった。 柑橘類の栽培などが試みられた。1825年にカラブリア公爵がナポリ王になるとグッソーネはナポリの宮廷付の植物学者に任命された。イタリアや海外を旅して植物を研究した。1861年にビットーリオエマヌエーレ2世によってナポリ大学の名誉教授に任じられた。ナポリの植物、シチリアの植物序論。 気象植物、シチリアの植物、シチリアの植物概論、エヌメラチオプラントラムバスキアレリアムインインスラ、イナリメなどの多くの著書がある。ガスは、植物の学名で命名者を示す場合に、序盤にグッソーネを示すのに使われる。ありがとうございます。